前田茂雄は、加賀藩の第九代藩主、加賀前武十代、第五代藩主、前田義則の七男で、母は即室の竜瀬。義則の,の息子で、藩主についた五人のうち四番目の藩主である。漢方元年に、金沢で生まれ、そのまま金沢で成長した。当初、加賀藩年より、村井長剣の養子になる予定であったが、 法暦3年5月に藩主となった、イボ兄、銃、ヤス氏の命により、村井との養子の約束を解消して、前田家に泊まる。同年10月5日、加賀藩は藩主であった、シュゲヤスの病死を公表した。この時、後継者であった、銃教は直ちに江戸へ向かい、幕府から家督相続の許可を得る手はずだったが、マシンにかかって出発できず、藩主のブで大きな問題となる。 同月十五日、イミナを、リアツとする。同月十七日、松平の名字を与えられる。法暦四年二月、健康を回復して、金沢を出発し、江戸に向かう。同年三月十一日、将軍、徳川家重に、おまみし、末期用子として、家督を相続する。同年四月、正四位した、左近近衛少将に常任、加賀守を称する。 また将軍家中から返記を授かって、銃器に改名する。翌法暦5年12月、左この江県中将に昇進する。また、明和2年、将軍聖師、家元の意味名をはばかって銃器に改名した。藩主就任前後、加賀藩では、加賀騒動の余波が続き、法暦4年まで保守派による、大月伝造一波の粛清が続いた。 また相次ぐ藩主の交代により藩政は停滞し、藩の財政は一層苦しくなっていた。法暦9年4月10日、金沢に大化が起こり、金沢城をはじめ1万500個余りが消失し、幕府から金5万両を借りて、急場をしのいだ。また、住居は、加賀狂言などの農狂言の普及に努めた。明和八年に家督を、伊伯帝の修修に譲って隠居したが、 その後に設けた息子の成行、ついで成長が、治む治むの養子となった。天命6年に46歳で死去した。金沢市にある、全盛寺には、住居の聖母が、安山祈願のために寄進した、不動明王が祀られている。ありがとうございます。